申請はしてます。あ、申請したの。承認されてないだけ。でも誰でもプロなれるもん、正直。テストとかないっすもん。俺テストあったらちょっと落ちそうだわ。プロになるためのプロテストってどんなのがあると思う？じゃあ100球連続つなげてくださいはできるじゃん。あ、まあそんぐらいできるし。それはプロじゃないじゃん、多分、はい、アマチュアでもできるし。だから日本テニス協会が送ってきた資格を倒さなければいけない、うん、ああそういうことね。試合で勝つってことね。試合で勝たなきゃいけない。アマの強い人から、はい、で、まあその時たまたま負けたら来年受けなきゃ、受け直さなきゃいけない。アマのトップとやるでしょ。はい。今誰だよね、アマのトップ。誰っすかね。ヨインとかになるか、草原とかか、と中川くんとか。そのプレッシャーに耐えきれるのかどうかでプロになれるか。うわ、トリュフみたいなことになってる。いやでもやっぱね、球えぐいよ。いや俺なんか卓球の張本見てるみたいだったもんね。だからそれが僕あんまピンときてないんですよ。だからあの軽いボールでやりやすいから。ある程度大体の打点のとこに行って満足してる。あ、最後の満足。トリュフみたいなとこになってる。張本さんもびっくりだよ。張本さんはびっくりしないさっき決めた時より言うかと思ったのちょらいって言うかと思った。小倉さん、プレッシャーを感じたのではないでしょうか。1ポイント目、パッシング抜きました。全然感じてない。you
あれ風でも落ちない。風とか僕イレギュラーに弱いさ。でしょ？でしょ？そんな顔してるから。あ、待って。トリュフみたいなことになってる。トリュフみたいなことになってる。それさ、ここからさ、ゴミ箱にゴミ入れてっつってさ、はい、こうやって投げないでしょ、はい。俺のいいとこ行って。いや、はい、顔が一番かっこいいです。当たり前、はい、もっともっと、はい、まあ、あのお母さんが優しい。あ、俺のお母さん知ってた。知らない、知らないの。知らないな。びっくりした。ちょっと聞きたいけど、はい、じゃあアメリカの大学どうだった？卒業したよね。はい、いや楽しかったです。楽しかった、はい、結構カリフォルニアレベル高いけど。そうですね、アメリカの大学入ってテニスの面で良かったこと。なんかいろんなテニスのタイプを経験できました。おお。なんか
結構日本人ってすごいなんかコーチの質とかもすごい高くて、うんうん、なんか綺麗なボール打ってくるんですけど、向こうの人たちは結構なんかスピンボールだったりとかビッグサーバーで前取ってきたりとか、うん、サーバンドボールしてきたりとか、なんかそういうなんかこっちだとあんまりいなかったようなタイプと、うん、経験して苦戦させられて、それがなんかいい経験になって、なんかどうやって対策したらいいのかっていう、それが今の菊池雄太を作った、まだまだですけどね。まだまだ。まあ日本の大学もさ別にいいけどさ。はい。いや全然いいと思います。いやアメリカ俺も拠点にしてアメリカの学生とさ、そうそういっぱい練習する機会とか試合もあるけど、ゴリゴリに強くね。何が違うとも教え方が違う何？そもそもでも強い人が集まってくるっていうのもあると思う。あアメリカ人だけじゃないんで。ああまあその中でしのぎを削り合ってるから、ああやっぱりみんなも強くなるし。練習どんなことするの？チームでやるの？チームでやります。チームで、毎日だいたい3時間を週6、まあ、トレーニングが1時間が週3、うん、であと週2でコーチと 1対1のなんかインディビジュアルセッションっていうのがあるんだ。いいね。でもそういうのあるのじゃん、はいはい、それはなんか絶対やんなきゃいけないな。そのくらいアメリカならではの練習あった？別に特別なことしない？そうっすね、まあ、あんまり特別なことはしないです。ただレベルが高い中でやってるってことね。はい。でずっとコーチもいるしトレーナーもいるし、環境はやっぱりいいです。最後に日本の俺のファンに一言。まあ聞く手にチャンネル。あ、待って待って待って。うん、オグチャンネルなんだわ。え？オグチャンネルなんだわ。これ僕のチャンネルじゃないですか？持ってないでしょ。俺みたいな天才的な編集。まあね、こんな爽やかな少年を皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとう。See you next time。See you next time。え、俺アメリカだぜ出た。出てるよね。出てるよね。